陶芸家の前田浩二ですすよろししくお願いします、えー、皆さんは生きがいについて考えたことはあるでしょうか、えー、私は考えたことがあります。プロジェクトの成功、大切な人との食事、感動する笑顔、そういうのを見ているときはいかがでしょうか、えー。そもそも最高に人生を楽しんでいるその瞬間、えー、そういうときは、ね、幸福だとか生きがいについておそらく考えもしません。えー、考えるのは なんだかね少しぼーっとしてね、そうそうそう、まがさしてあ、人生ってなんか結構大変だなと思ってね、そしてどうすればよいんだろうかって考えたその瞬間からではないでしょうか、そこで普段考えない生きづらさ、これを乗り越えていくための生きがいについて少し考えてみようと思いました。え私の答えは生きがい そんなものは存在しませんです、えー。意外がねテーマなのに唐突に何を言うんだと思われたかもしれませんが、えー、ある意味ね、規定しない方が楽にいけれるとそう思ったからですあ。それとこういう講演とかね、プレゼン聞いたからといって多分、ていうかなその人生が急に変わることこういうことってめったにありませんよね。ですが今日は 必ず皆さんに何かを持ち帰っていただき少しでも変われるそのように願っておりますでは生きがいかっこいいとかねドラマチックとかねそういう内容じゃなくてねあそれもありかなっていうそういうことで十分ではないでしょうか私はそう思います大事なことは誰でも自分のね世界があるということに気づけることですそそしてその世界を 自らが作っってていけるって感じ始めればどううでしょうこんなワクワクすることないですよね。そうすれば目の前にあるやるべきこと、このことに目を向けることができて、一種の不老体験、えー、つまり大好きな何かに没頭するっていうね、あの状態、あの感覚を味わえるのではないでしょうか。えー、私の場合、自分にとってね、幸福、成功、意外、こういうものは、 大ししたた問題ではなくなくりましたそして考えなくなりましたまたその対極にある不安とかねストレスそういうものは少しずつね少し減っていったように感じましたそこで私がそういうふうに感じ取れるに至った経緯についてちょっと今日はお話したいと思います私は茶道の道の具 桃山時代え戦国桃山時代、ね、二十数年だけですけど、ね、存在した焼き物の再生というものの研究と、えっと、家業である農業、これに取り組んでいます。えーっとね、これどちらも、ね、かなりアナログ的な肉体労働を中心なんですけどえ現在は新たなフェーズとしてこうちょっとね出てますけど、ねえー、っと伝統工芸かける n f t っていうプロジェクトに参加します。また 私の作品がねどのようにして生み出されているのかそういうものを一般の方々に分かりやすくお伝えするための言葉を獲得するために国立大学で研究機関そういうところで放射光を使った作品の解析今そういうのに今でちょうどやっているところなんですよねちょっと楽しみですけどねそして農業の方こちらではエルパワーというねえまあ微生物そういうものを使った新たな農法に挑戦しますどちらも私の活動が 社会といかに連動してそして持続可能性というものを実現できるかのチャレンジですまあ今ねずっとねめちゃくちゃかっこいいことを言ってきましたけどね現実は過酷な労働のオンパレードですえ例えば粘土え当時使われてた粘土も掘り起こされて多分ね掘り尽くされてないんですよなので粘土全部自分でブレンドして作ることになりますえ場合によっては長い年月かかりますえつまりねすぐに使える粘土ではないんですよまた一度焼くのにね家数軒分建てれる 材木これね自らの手で割って巻き作るんですよまた焼き物これ焼く時のね窯だけなんですけど4日から5日間もうずっと寝ずに焼き続けるんですよね、うん、でこれらのことはねそのなんていうかなその、えー、かなりねあの大変な作業でね えと研究で私さっきもやっていますって言いましたけど実はその研究内容っていうのがねその焼き方これ結構重要でして、えー、と燃焼温度これが世界で一番温度が高いんですよ1400度っていう温度に上げるんですよねこれ言葉で言うのって本当簡単なんですけど実は非常に難しいことなんですよねでそれって、えーとねえー、と例えばねんでそんなことが必要かというと実はそのね研究している作品そういうの魅力が 炎と土による、えー、と有機的なその化学反応に起こって起こる陽変と呼ばれる景色になるからなんですよ。えーとね、茶道の世界では、ね、それらの見えを、これを、ね、景色と読んでめでるというそういう粋なことをするんですね。それで私にはそのような人生に導いてくれた先生と呼べる人がいました。えー、と出会い、これって人生において、ね、いかにかけがえのないね。 そののの意味と転機になるのかっていうのを私は知ることになったんです、えー、当時先生は大学の学部長でした、えー、でもね私は実はね経営学部の学生だったんですよね、えー、ですから、えー、と自分がそのこの伝統工芸とか芸術こういうものに携わるとは全く思ってませんでした、えー、ですから陶芸にも全く興味なかったんですねしかし先生の,その生活態度これにすごくカルチャーショックを受けましたそして私はそのうちこういう人生を自分も歩めるんであろうか っって思ううよになたんですですから一緒に研究しようって声をかけられた時その時にどうして自分がって思ったんですけどねその反面ねなんか自分かっこいい人間になれるんじゃないだろうかっていうそういう実は不な時でで始めたんですよねえ先生は人間国宝と研究もされてたという経歴もあって、えー、と数々ののり釜を自ら制作してそして独自の理論をね開発したってうそういう方でしたえ彼のことを知ってる人はよくこう言います 超人、まあ、そのような人物ですからエピソードにはこと書きません、えー、例えば、薪を入れるこういう動きなんですけどこれと体力を身につけるのに当時バドミントン部の顧問を始めたわけですかららが全国チャンピオンになるというそういう方だったんですね、うん、そうそうすごいんですよ、えー、つまりね探求心と実践の熱量これが半端ありませんでしたんでもねこういう一面もあったんですよあ,ある時突然家に、ね、招待されたんですよそして 豪華なな料理をご馳走になりました福、えー、のコース料理とお酒、先、えー、に食べてください、ちょっと用事があるからって言われたんで、食べてたんですけどね、あ俺を言おうと思って先生探したら、先生、キッチンで福さばいてたんですよ。あ皆さん知ってます福ってね、毒あるんですよ。猛毒。<laughs> で、先生、こう着てたから、ちょっとね、驚いてね、あ先生、すごいですね。免許調理免許もね、持ってるんですね。いや、持ってないよって言ったんですよ。<laughs> そう、そしてね、その後よし、食べれるなって。 私でで実験ですよ <laughs> まあそんなねあそうでも結局はね大丈夫だったんですけどね <laughs> えと私でもねそんな先生にすごく生活サイドに惹かれていったんですよねああそう家具もねほとんど手作りでしたえと洗練されてたというよりはなんていうかな人間味があってえそして統一感があっていや本当に美しいと思ったんですよでその先生の口癖これがね私だからこれができているんだろうと思ってるだろう違う 誰でもででもきるってえそうなんですよえほとんどの方が、ね、できないと思い込んでいるだけで、ね、世の中の大抵のことができるっていう,そういうことなんですよ。よつまり考え方がいかに大切かということです。人生で乗り越えるべき大きな課題があるということは本当にうれしいことですえ。課題のない人生、えこれはね、むしくて味気ないものなんですよね。初めて発注した原木が実家に届いたときのこと。 今でも昨日のようによく覚えてます、えー。そのね、先生が来られるまでにちょっと準備しとっけって言われたんで、ね、私それを持とうと思った時に、あのテニスターラーの感触、これ持てるの？え、これほそれ割れんの？ほんまにこれ割れんの？って思ったんですよ。あのね皆さん、こんなんです。直径人間の胴体よりはるかに大きい、大きいもので長さ直径六十三センチ、長さ四メーターに切られた原木です。もちろん全く持ち上がりません。まずこれチェーンソーで切るの本当に大変なんですよ。 ままましてやでで割る言うまでもありません全く歯が立たない何度振り下ろしても全く割れないただ鈍い音だけが響き渡るだけです、えー、今考えたらね闇雲に振り下ろしてるだけです、えー、気の目を本当は見るんですけどそんなものを知らないただ身体が困んしていくだけ、えー、私先生に何度も電話かけました、えー、先生発注ミスです <laughs> 何度も言いましたでも先生はただそれでおいから割り続けなさいって言われたんです 私、心の中でいやあっち見せやのにと思いながらね、それでも割り続けたんですよで。そして先生が来られるその当日、え来られました。先生、その、ね、原木を見てもね、涼しげえな子で、じゃあ割っていこうかって言ったんですよで。そして一振りされました。驚きました。その一撃、木からしんちゃんに、ね、響いてくるんですよ。音が違うんです。でその時先生と初めて会ってね、受けた衝撃、また思い出しました。そうこれだ あのね、本当に不思議なんですけどね割れてないのに自分の力強さに気づくんですよいや割れてたら分かるんですよ割れてないのになんですよつまり何かに向かって出し切るえ自分はただこの、ね、作業を続けるんだって覚悟をしたその時にね私自分の本当の力がどれぐらいあるんか割れてないんですけど気づいたんですよこれがね不思議にね嬉しかったんですよで先生と一緒にね 1, 週1ヶ月もあってたらね割れるっていう感覚が分かるようになってきました そして大木が割れ出したんですよ脳は分かってなくてもねこの身体は何かに気づき始めてそしてねその頃にはもう知っているんですよいや皆さんね人間って本当に素晴らしいですよもう割れないって思ったのに自分はこの身体をかけて続けるんだって覚悟を決めたその瞬間からね気づきが始まるんですよえそれはね1ヶ月後かもしれないです1年後かもしれないしもしかしたらね10年後かもしれませんでもいいですか皆さん 本当にに知るることになるんですよ何をか自分のことです、えー、自分を知るということはね、ある意味世界を知るということと同じです。えー、私にはもう一つ大きな課題がありました。釜炊き、えー。1400度、皆さん1400度って想像できます。焚き火、あれが、ね、250度から450度。溶甲炉、あれすごいですよね、1500度。えー、例えば釜炊き2日目、えー、手前の大きな卓上から大きさ30センチ、丸垂りても。 燃え出すのに5秒かかりますん、ね。さらに温度が上がります。両サイドから割った薪を入れてもマッチ棒のように瞬間に燃え上がってきます。えもうね温度が高すぎて、家数件の最終燃えても灰になってもねバケツに灰あるかないかです。もうこの領域になったらね、ただ薪をくべ続けたからといって出せるような温度ではないです。え緻密なで繊細なねハードでそういう理論とテクニックが必要になんで でもこれがどのようなものかというのは言語化するのが非常に難しい世界です。え身を見よう見まねで入れたといっても、ね、温度絶対上がりません。まあ、せいぜい1200度です。しかし先生が入れ続けると、ね、安定した温度が上がっていくんですよ。いや、本当不思議です。先生、いつもね、にっこりで不思議だろうって笑ってました。私も先生の言う通りに入れていくと温度上げれたんですよね。でそれが本当に何を示すか。 当時の私分かったつもりでいたんですよそうつもりやったんですよ、えー、そして6年後、えー、先生は亡くなり私の前からいなくなりました、えー、当時はほとんど研究という形をとっているので誰も尋ねてきません、えー、つまり誰からも称賛されません、えー、周りの人はただね体壊して多分借金だけが残るのはやめなさいって言われたんですよ、えー、そうなんですよではその当時私に生きがいはなかったの いやそうではありませんただ目の前にあるべきこと、これが自分の世界だと覚悟を決めて、ね、いつやってくるかわからない、良いことや悪いことい、そういうのに目を向けるのではなく、そういう世界が自分の本当に世界だと覚悟を決めた瞬間に、ね、些細なことには気が通らなくなっている、今あるこの自身の状態、これがあるべき自然な、本来の状態だって感じるようになってきた。 私は自然相手に作業してきたので自然はどうにもならない存在だってそういうふうに身体が、ね、反応していくことによって、ね、自然と、ね、そういう状態を受け入れるようになれたんですよねえ日本語において自然とはね本来おのずということらしいですそれになぞらえて言えばおのずとそうなっていくっていう感じでしょうか、えー、それは 今現在自分ははっきり生きていれるっていうそういう状態言い切れる状態だったんですそのような状態そのような世界ではねわざわざ生きがいなんていうことはね考えることはなさそうですというのが私の主張なんですよ大切なのはいかに寄り添ってありようを受け入れるか例えば人間川を作りますよね でも、頭部の水から出たら自分が一番こう進みやすいこの進路、このことを私たちがカバーと名付けているだけですよね。例えば炎。炎にとってみれば本来自分がどうありたいか、そのありようを、ね、どう達成していけるのかというのを考えたら見え方が変わったんですよね。そして炎のありを受け入れた途端に実は自分に対しても変わったんですよ。コントロールしてやろうとかね。あ自分のものもにする そういう考え方を自分は今までしていたんだということを知ることになりましたそして炎をありを受けるようにしましたそうするとね炎の邪魔をしない今入れるべき薪をね入れるべきタイミングじゃないっていうのが分かるようになってきたんですよまあかっこよく言えば炎の呼吸、まあ、そういうものを見ながらね薪を入れたら不思議ですけど自然にくる温度上がってくるようになったんですよねそして全く不安が ま全くって言えば言い過ぎですけど不安はなくなりましたえ例えば天候が悪くなって温度が下がってきますよねこれは問題ではなくなりましたえ次から次へと私の前にやるべき課題っていうのがね姿を現すのが分かるようになってきたんですよえそうなんですよあの自然に逆らうのではなくね自らのありようこれも受け入れる覚悟を決めたらその瞬間からね気づいた時にはねどうすればいいかっていうのが分かるようになって 自らのありを受け入れるその時私たち初めて私たちはね自らの自分の世界というのをね構築できるそういう土俵に立てるんではないでしょうか私たち一人一人のありよう私たち一人一人がね実はアーティストなんですよでその心に持ったね思いとか行動こういうものがね例えば、えー、と彫刻家で例えるのはねその手に持ったのみの一頭一頭となってね私たちは 世界という作品をね掘り上げていくんではないでしょうか今ある自分のこのねありようこれを受け入れる過去とか未来とかはないんですよ今のありようを受け入れるっていうそういうことが大事なんですよね人生にはねちょっとした覚悟がありますえその覚悟とは例えば人生にはね良いことさっきも言った良いこと,と悪いことがあると思いますが そんなことは実はないんじゃないかなと私は思うんですよね。すべてはただ目の前から次々やってくる事実があるのみでえ、そのように見えるのはね、おそらく概念的な言葉の使い方だけだと私は思います。え、そう考える、えつまりそういうものが生きるっていうことだって覚悟を決めるとね、出来事のすべてが必要不可欠な部分だと、えそう思えるようになってきたんですよ、ね。 実際私も面白いことにそうなってきました、えー、先ほども言いましたけどね自分のありようこれをね素直に受け入れる、えー、過去とか未来とかじゃないですよ今のありようこれが大切だということです、えー、皆さんにお伝えしたいことが真に価値を持つのはそういったことを実際に取り入れてみてもらって、えー、皆さんの人生で生きがいこれが 皆さんのありをそのものだと感じられるときですそれにはあなた自身のありを今を大切にしてください